18ヶ月ぶりに大隅海峡を中国海軍艦艇3隻が通過太平洋へと向かいました。今回この時の情報を詳しく見ていきます。この時護衛艦伊勢と B1 哨戒機監視の任務に出ているんです。2021年5月31日の午前8時過ぎ、鹿児島県沖の大隅海峡を東に向かう。中国人民解放軍海軍の3隻の艦艇が確認されたが、日本の領海への侵入行為等はなく、太平洋に進出したと防衛省が発表した。大隅海峡は、鹿児島県の大隅半島の佐多岬と種子島を隔てる海峡であり、このルートを航行して中国海軍の艦艇が太平洋方面へ進出したのはおよそ18ヶ月ぶりのことだという。防衛省の統合幕僚監部の報告によれば、まずこれらの中国海軍艦艇3隻は屋久島の西方約240キロほどの海上を航行しているのが発見され、海上自衛隊の護衛艦や航空機で監視を実施した模様だ。これに従事したのは海上自衛隊の第2護衛隊に配備されているヒューガ型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦伊勢と、陸上の鹿屋基地の第1航空軍に配備された P1 哨戒機とされている。ヒューガ型護衛艦伊勢は推定値で基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長197メートル、全幅33メートルの艦隊に全通式の飛行甲板を備えており、最大で4機の各種ヘリを搭載できる。全通飛行甲板を持つ艦の形状からは、現在改修が進行中の護衛艦出雲、加賀と同じくヘリ空母的な指摘を受ける場合もあるが、海上自衛隊ではあくまで現状では固定翼機の運用は行わないとしている。それでも海外の軍事情報等では次級である出雲型と同様にヘリコプターを運用する空母であるとの扱いを受けており、ヒューガ型2隻と出雲型2隻の計4隻のヘリ空母を日本が保有しているとの記述が多い。伊勢が搭載するヘリコプターはSH-60J もしくは SH-60kg の3機の哨戒用ヘリと大型の哨戒輸送用途に向けた MCH-101 の1機の合計4機であり、いずれかの3機を同時に発着艦させることが可能となっている。一方の P1 哨戒機は防衛省と川崎重工業とが共同開発したターボファンエンジン4機を搭載する中型の哨戒機であり、ロッキード・マーチン社製の P3C 哨戒機の後継機として2013年から配備されている。P1 は哨戒機ではありつつも P-3C と同様に兵装の搭載が可能で、機種の下部のウェポンウェイに対潜水艦用の爆弾や魚雷を実装可能で、かつ主翼下部には最大数で8発の対艦誘導弾及び空対地ミサイルを喧嘩できる。今回これらヒューガ型護衛艦伊勢や P1 哨戒機が監視に当たった
中国海軍の艦艇だが、昆明級 052D 型駆逐艦、大元、ジャンカイ II 級フリゲート艦、昇丹、プチ級補給艦、チャオフの3隻と見られる。これら中国海軍の3隻の艦艇の艦首は、18ヶ月前の2019年11月に今回と、同様のルートを航行した時と同様な構成だったものの、前回は、チャン、カイ II級フリゲート艦が、さらに1隻多い4隻だったと記録されている。こうした中国海軍艦艇の構成や動きからは、航空母艦を伴う。空母打撃群ではないとはいえ、太平洋に進出するルートを確認し、日本側の対応を探っているとの見方もあるが、真意のほどは不明である。今回の中国艦艇の中に含まれている、プチ級補給艦、チャオフは、多大地水上戦闘艦ではなく、その名称の示す通り、洋上での補給を友軍に行うための艦だが、大海軍に向けて中国が建造した艦艇をベースとしている。この時中国が建造したのは、大海軍では補給艦、シミランと命名されたが、興味深いのは、同艦は大海軍の要望により、NATO の使用に準拠した設計となっており、これを逆に中国海軍も踏襲したことになる点だ。プチ級補給艦、チャオフは、中国海軍用に9隻建造されたうちでは、後期型といえる903A 型に分類され、満載排水量2万3000トン。全長 178.5m、全幅 24.8m で、チャオフは、東海艦隊に所属、2013年に就役している。中国海軍では、空母打撃群の支援を担うべく、さらに大型の補給艦を、並行して建造、プチ級補給艦に続く、浮遊型補給艦として、満載排水量4万8000トン、全長241メートル、全幅32メートルの艦艇も2017年から2隻就役させている。またジャンカイ II 級フリゲート艦、昇丹は 054A 型と、呼ばれている中国海軍では、現状最新鋭のフリゲート艦であり、満載排水量4050トン、全長134メートル、全幅15メートルで、日本で言えばも、が、2型護衛艦に近いクラスだ。ジャンカイ II 級フリゲート艦は、現在30隻が、すでに建造されており、そのうち、昇丹は22番艦にあたり、主兵装には、60口径 76mm 単装砲1機や VLS-32 セルを搭載、2016年からやはり、東海艦隊に配属され、就役中の艦艇である。昆明級 052D 型駆逐艦、大元は、最新型の055型。南昇級の前級にあたり、満載排水量約7500トン、全長156メートル、全幅18メートルの艦隊に、70口径 130mm。単装砲1機や、VLS を64セルほど搭載している。昆明級 052D 型駆逐艦は、全17隻が建造されており、大元は、この中の9番艦に相当し、やはり、東海艦隊に2018年から配備され、アメリカ海軍のアーレイバック級駆逐艦を意識した艦用は、
中華版のイージス艦とも称されている。